アートのピースです、前回は自然不思議発見という感じの、突飛なお話でした、しかしどうしてあんなお話になったのかよく分かりませんけれども、まあ、なんか意味があるんでしょうね、そこで今回は太陽についての何かをですねお話ししようと思います、これはですね、まあ、太陽活動なんですけれども、まあ、11年周期で活動が変わってくるということらしいです。それから太陽の黒点サンスポットですかっていうんでしょうか、あれがですねすごい神秘らしくって、まあ、普段はですねあんまりその表面に出てこないんですけれども、黒点がですね現れますと太陽活動が活発になるそうです。黒点がですねパラパラ現れるのを見た昔の人はあれはカラスだなと思ったようですね。それもですね普通のカラスでなくして三足ガラスですけどね、これはですね月のうさぎに太陽のカラスと言ったら分かりやすいです。で、日本神話によりますとこれは古言文古事記と言いまして、昔はその現実にあったこととされていましたけれども、まあ、今ではですね昔話です。それに載っているようですけれども、もうアマテラス大御神の象徴のような存在がカラスです。お使いだったという感じですね。ヤタカラスと言いまして三足です。やはり太陽ですね、あるいは海を照らすアマテラスということでしょう。そういうことですね。黒点の神秘なところは、まあ、天下がですね太陽によって一つになるということなんです。羽が生えているというのは飛んでくるんでしょうね。で、足が3本というのは、まあ、カナエですから普通の鳥ではなく特別な存在ということでしょうね。今回はこれぐらいです。それではまた。